皆さんこんにちは現代フランスの歴史家アラン・コルバンについての2回目のお話をいたします前回は彼の著作「静寂と沈黙の歴史」という本に即して彼の歴史学の一端を解説しました今日はコルバンが 全体としてこれまでどのような研究をしてきたのか、まあ、その全体像に迫った上で、そのどこが新しいのかということを簡単に述べてみたいと思います。コールバンの問題設定や方法論は、現代フランスで大きな影響力を持っているアナール学科と深いつながりがあります。そこでまず、彼の歴史学の背景と、 知的な系譜について解説してみます。感性の歴史学、あるいは感覚の人類学的歴史を、まあ、これまで先導してきたコルバンですけれども、もちろん彼はゼロから出発したわけではありません。コルバンが自らの先駆者とみなす歴史家が何人かいます。その代表がアナール学派の創設者である シアン・フェーブルという歴史家です。今言ったアナール学派というのは、このフェーブルが大学の同僚だったマルク・ブロックという中世史家と一緒に1929年に創刊した歴史研究の専門雑誌のタイトル、アナールにちなみます。まあ、それ以降、フェーブルやマルク・ブロックが 始めた歴史研究の流れを一般にアナール学派と呼ぶようになったわけです。もう100年近く前に生まれた歴史雑誌。現在も続いています。まあ、フランスで最も評価の高い、そして権威のある歴史研究雑誌です。でそれまでの歴史学というのは、主に政治史、軍事史、外交史、あるいは制度史といったものが中心でしたけれども、 このアナール学派はそうではなくってむしろ社会の全体的な動き、経済、そして神性、心の性と書きます。神性の動きを研究の中心に据えました。フェーブルは1942年あ、戦時中ですけども、その時に発表したあ、まあ、短い論文、感性と歴史学、 というものの中で、まあ、それまで全く個人的なものと考えられていた。したがって歴史性がないものとみなされていた。さまざまな感情とか感性に社会的文化的な位置を認めて、まあ、それらを研究することが大切であるというふうに強調したわけです。まあ、その中でフェーブルは、 我々はいまだに愛や悲しみの歴史を持っていないんだというふうに言いました。まあ、コルバンはまあそうした流れをま継承しているわけです。まあ、そして感性とか感覚、あるいは感情といったなかなか捉え難い対象、それに向き合うという歴史学を展開してきました。まあ、その意味では確かにアナール学派の精神を 現在において継承しているということになります。このリシアン・フェーブル以外に、コルバンが自らの方法論に影響を受けたと認めているのが2人います。1人は日本でも有名な哲学者、ミシェル・フーコーです。フーコーの場合、狂気とか精神医学、刑罰システム、あるいは性現象、セクシュアリティですね。 まあそうしたものをめぐる歴史学はこの風光なしには現在見られるような形を取ることはおそらくなかったでしょう。性とか欲望の歴史を問いかけてきたコルバンにとっても大きな示唆を与えた哲学者です。 もう一人は、ノルベルト・エリアスという20世紀ドイツの哲学者です。まあ、哲学者というより社会学者という方がいいかもしれません。このエリアスという人は、まあ、欲望の構造、あるいは情念の方向づけ、さらにはその情念のさまざまな形態、そうしたものも時代によって変化するということを、まあ、長い歴史の時間にわたって問うという姿勢を示しました。 日本語もある代表作は文明化の過程という本、まあ、さらには宮廷社会という本もあります。まあ、いずれもコルバンの方法論に大きな示唆を与えた書物でもあります。まあ、より広く言えば、コルバンの歴史学というのは、神聖史、感覚の作用をめぐる歴史人類学、さらには文化史、 そして自然や社会について人間が紡ぎ出すさまざまな表彰システムを分析する表彰の歴史そうしたものとも深いつながりを持っていますそうした多様な歴史研究の方法論が交差するところでコルバンの歴史学は形成されてきたわけです以上がコルバンの歴史学の 素敵な背景ですでそして彼はほぼ半世紀にわたるこの研究を通じて実にさまざまな領域にアプローチしてきましたでその問題意識と研究の対象によって大きく5つのカテゴリーに分類できると思いますそれをこれからお話ししていきますまず身体と 性セクシュアリティをめぐる歴史学があります。コルバン自身は、まあ、最近よく使われるジェンダーという言葉はほとんど使用しないんですけれども、彼のこれまでの仕事が、ジェンダーの歴史学へのまなざしを含んでいるということは否定できません。一例を挙げれば、19世紀パリにおける売買春。 のありさまを論じた、まあ「娼婦」という有名な本がありますで。この本の中でコルバンは、女性の身体に注がれてきた男たちの欲望のあり方を解きほぐしてみせました。生徒身体の歴史は、コルバンが監修者及び著者を務めた、身体の歴史という全3巻のシリーズ、さらにはその続編にあたる 男らしさの歴史。こちらもやはり全3巻のタイムのシリーズです。まあ、それにおいて、一つの集大成に達したと言ってもいいでしょう。いずれも日本語訳があります。2番目は、彼の独自性を最もよく示し、まあ、従って彼の歴史家としての名声に最も貢献している感覚と感性の歴史です。 コルバンはよく感性の歴史家と言われます。これが2番目の対象です。人間の五感、それから物の感じ方、それがどんなふうにして機能して、どのように変化してきたかという問題です。一見したところ、いつでもどこでも同じようなものと思われがちな感覚の作用にも、 はっきりと歴史性があることをコルバンは示してきたわけです。例えば、匂いや嗅覚という捉え難い対象を論じた匂いの歴史という本は、コルバンの名声を高めた著作の一つです。で匂いの次は、今度は聴覚。音の問題ということで、えー、前回も少し触れた音の風景、 という本がその一例です。この本は19世紀フランスの田園地帯で日常的に鳴り響いていた教会の鐘の音に注目した研究です。第三に、コルバンが積極的に取り組んできたのが感情や情動の歴史です。愛とか無双とか 欲望、不安、恐怖。こういった人間の強い感情、まあ、あるいは漠然とした精神状態を歴史学の対象に設定することは必ずしも容易ではありません。さっき拾えたリュシアン・フェーブルが、我々は愛や悲しみの歴史を持っていないんだというふうに1942年に、えー、主張したのはそのためです。 政治史、経済史、まあ、社会史、あるいは思想史などと異なって、こういった感情の歴史の場合には、行政的な資料とか、統計の資料、そういったものが残っているわけではありませんえ。この領域でコルバンが参照しているのは、例えば医学的な文献、あるいは衛生学の文献、まあ、さらには宗教的な文書といったものです。さらには、 自伝や回想録、日記、そして手紙といった個人の心の動き、内面を伝えてくれるような資料も頻繁に引用しています。感情とか情動という、もともとこれ数量化できない微妙な対象です。そうしたものを論じるために、コルバンは積極的に文学的な著作も取り上げて、 歴史学のコーパスを大きく広げたわけですそういった著作の例としては例えば「処女崇拝の系譜という本があります。実はこの感情の歴史あるいは感情史という分野は最近注目度が非常に高まっている歴史研究の分野です。愛とか憎しみ、悲しみ、怒り、恐怖。 あるいは絶望といった人間の基本的な感情を問いかけることで歴史を見直そうとしているわけです。例えば、まあ、戦争の歴史というのはこれまでもありました。ただ、かつてはあるいは現在でもそうかもしれません、一部ではえ戦争の歴史というとどうしても政治や軍事の歴史あるいは戦術の歴史という観点から 論じられてきましたしかし、まあ、今ウクライナもそうですが残念ながら戦争といえば実際に戦場で、えー、命の危険にさらされながら武器を手に取っている兵士たちがいます。感情の歴史という観点からすればそういった実際に戦場で戦っていた兵士たちあるいは戦っている兵士たちが一体どういう日常を生きて 何を感じているのか、それが問題になるわけですで。政治史や軍事史では、そういうことが問題にされませんでした。感情の歴史、あるいは感情史は、現時点では、日本では主に英語圏とドイツの研究が翻訳されたり、紹介されたりしています。しかし、 まあこれまでも言ってきたように、フランスもまたこの感情の歴史では無視しがたい成果を上げてきたことは忘れてはなりません。コルバンは現代におけるその代表者です。前回少し詳しく解説した静寂と沈黙の歴史という本は、このカテゴリーで言うと、さっき言った2番目の感性の歴史、そしてこの3番目の 感情の歴史の両方にまたがる仕事と言ってもいいでしょうそして実は昨年これ翻訳が完結したんですが「感情の歴史」という本がまあその集大成になっていますコルバンの第4番目の研究領域として人間と自然そして人間と風景の関わりに焦点を当てた 一連の研究があります。コルバン自身は地方、ノルマンディの小さな村で生まれ育って、まあ、地方の高校、さらには地方の大学で教歴を始めました。まあ、多くのフランス人はいまだにそうですけども、コルバンも自然とか田園生活、大変好んでいます。まあ、今でもフランス人は、 バカンスになればやっぱり都会を離れて田舎に行きたいっていうのが彼らの心情です。まあ、そもそもフランスは美しく、まあ、多様な田園風景に恵まれているという地理的な好条件もあります。現代人にとって自然はバカンスの場所であり、まあ、風景は慈しみ保護する対象ということになるでしょう。 環境保護運動もそうした現象の一部です。ただ、長い歴史の尺度で見ると、それは比較的新しい現象ということになります。つまり、人間と自然、人間と風景の関わりも、人間の感性の構図が変化したことを示す一例というわけです。 この分野での代表作は風景と人間という本です。コルバンはこの中で風景が長い時間を要して作られた、まあ、複雑で多様な概念であってもちろん見られるものであると同時にいわば解読されるものなんだというふうに主張しています。具体的な風景論としては例えばあ 海辺の風景を論じた浜辺の誕生という本、それから、えー、牧場とか牧草地帯や、さらには草地を対象にした草のみずみずしさという本があります。この2つの著作では、えー、コルバンは作家や哲学者の日記や手紙、さらには文学作品なども 頻繁に引用しています。それから詩、ポエジーですね。これもよく引かれています。まあ、コルバンは、まるでその文学史家のように、例えば、ゾラの小説を読み、ユーの詩集を紐解き、ミシュレの日記に着目し、フローベールの手紙を分析しました。コルバンの著作は、まあ、海と草地を主題にした文学史的な研究、 と言ってもいいいくらい違和感がありません最後にコルバンの仕事を特徴づける第5の要素は近代フランスの地方や田舎における人々の感性文化と世界観を明らかにしたことです、まあ、フランスはどうしてもパリを巡る歴史というのが多くなります まあ多くの我、日本人にとっても、まあ、フランスはパリで代表されるというのが一般的でしょう。ただ、コルバンの方は、えー、定期的にそのフランスの奥まった地方の古文書館から思いがけない資料を発掘してきて、市政の人々の精神世界を明らかにしてみせました。これもコルバンの特徴です。 田舎を舞台にした研究の代表作は、記録を残さなかった男の歴史という本です。これはまあ日本語のタイトルなんですけども、フランス語のタイトルを直訳すると、ルイ・フランソワ・ピナゴの見出された世界、ある無名人の痕跡をめぐってという長いタイトルです。このピナゴというのが、いわばこの本の 主人公なわけです。もちろん、全く無名の人です。何かをしたというわけではありません。この著作は、先ほども触れたコルバンの故郷であるノルマンディ地方の森の周辺で一生を過ごし、ほとんどそこから出ることすらなかった、一人の器物職人、ピナゴ。彼をめぐる歴史です。 と言っても、彼自身の言葉も、周囲の人々の証言も残されていません。特に何か歴史に残るようなことをした人ではないわけです。じゃあ、コルバンは何をしたかっていうと、じゃあそういう本当に無名の一般の人、19世紀前半から後半にかけて、このノルマンディーの森のほとりで暮らした器物職人の 心の世界。何を見て何を考えていたんだろうということを大胆に再構成してみせたわけです。もちろんそのためにいろんな資料を使いました。まあ、こうしたあ発想の斬新さ、そしてその叙述が非常に文学的であるということが功を奏したんでしょうか。えこのお 記録を残さなかった男の歴史という本は、コルバンの著作の中でも学問的にそして商業的に最も成功した著作の一つと言われています。実際、あの非常に興味深い著作です。まあ、以上、コルバンの研究を大きく5つに分けて、まあ、彼がこれまで歴史の何を問いかけてきたのかということをお話ししました。まあ、それを踏まえて、 最後に、このコルバンの歴史学の特徴を改めて考えてみたいと思います。まあ、普通、歴史や歴史学というとき、まあ、私たち日本人の多くは、例えば高校の歴史の教科書に出てくるような歴史を思い浮かべるのではないでしょうか。そこでは時代の流れに沿って、国家や文明の攻防 政治体制の変化、経済構造の発展、まあ、さらには外交や軍事、まあ、そうしたものが語られることになります。まあ、そして、教科書ですから、あの太字で書かれる歴史上の人物が登場することになります。それこそ織田信長とか、坂本龍馬とか、フランスだったらナポレオンとか、 バリーアントオネットとかっていう名前が登場するわけです。で、そうした彼らの行動というのは、特定の年代や年号と結びつくことになります。日本のテレビのドラマや歴史番組で取り上げられるのも、まあそうした人物であ,あるし、まあ世界と社会を変えたとされる事件です。日本にはそうした番組がかなりあります。まあいわば、 大文字の歴史と言ってもいいでしょうその典型は NHK で1年間にわたって放送される大河ドラマですそこでは文字通りまあ、教科書に不当字で名前が出てくるようないわゆる英雄豪傑たちが主人公となってまあ、天下国家を動かすというドラマが展開していくわけですもちろん多少の例外はありますが主にそういうことになります まあ今年の大河ドラマもどうやらそういう傾向のようです。他方、コールマンの著作はそれと全く異なります。彼が歴史上の偉人や君主、まあ、国王とか皇帝ですね、それを中心にしていることは決してありません。逆に、歴史の教科書には全く出てこないような姿勢の人間。例えばさっきのピナゴーです。 あるいは一般市民を取り上げます。政治体制や経済構造の変化や外交的な交渉はコルバンの対象ではありません。もちろんコルバンがそうした歴史が無意味だと言っているわけではありません。その重要性はもちろん認めています。しかしコルバンがやっているのは一般市民の日常生活、ものの考え方、感じ方、 そうしたものであって、そうしたもののひだに分け入って、その変化をこれまで記述してきたわけです。その結果、いわば、この YouTube を聞いているあなたや私の感情や、さらには感性が歴史的にどのように変化してきたのか、一体そもそもそれがどうやって作られるのか、そういったことを 改めて考えさせてくれます。コルバンの著作は、決して歴史学の専門家だけに向けられた本ではありません。あまり予備知識がなくても手に取れる親しみやすい歴史書です。同時に、現代人を取り巻く生活環境や暗黙の規範や、さらには、 環境の様々な側面について考える糸口も提供してくれます。だからこそ、フランスや世界中で多くの読者に恵まれていると言ってもいいでしょう。コルバンの大部分の本は日本語訳があります。皆さんも自身の関心に応じて、ぜひ一冊手に取ってみてください。まだ翻訳されていない本も、 そのすべてが現在翻訳が進行中です。コルバンはかなり高齢ですが、今年86歳になります。現在でも毎年のように新しい本を出しています。実は先月も新しい本を出したばっかりで、そのタイトルは日本語に訳すと「休息の歴史」という本です。聖書の時代から、 20世紀半ばまでという、まあ、長いスパンにわたって、休息、フランス語だと、ほポという言葉ですが、その休息という言葉の意味付けがどう変わってきたかを示した本です。ざっくり要約しますと、古代から近世にかけては宗教的な意味合いが強かったというのがコルバンの主張で、 で、えー、やがて近代に、まあ、ざっくり19世紀くらいですね。近代になってから、休息といえば、まあ、疲労からの回復を主として指すようになります。まあ、我々にも分かりやすい意味ですね。で、さらに19世紀の末以降は、そこに医学的、治療的な意味が加わってくるというわけです。じゃあ、現代はどうか。現代では、 ストレスや緊張への対策として、まあ、休息よりはむしろレジャーの方が重視されるようになってきているのではないか。まあ、その意味では現代は休息の時代ではなくて、まあ、レジャーの時代になっているんだ。というのがコルバンの大まかな見取り図です。なかなか面白い説かもしれません。 コルバンはこれからも読者を驚かすような、まあ、意外なテーマで本を書いてくれることだと思います。私は古くからの読者として、そして翻訳者の一人として、コルバンの変わらぬ活躍を願っている、そういう者の,の一人です。2回にわたってコルバンの話をさせていただきました。ご清聴どうもありがとうございました。